はい、議長。5番、竹松豊和君。はい、会派新生の竹松豊和です。通告に従い、一問一答形式で質問をさせていただきます。まずは、すべてにおいてのまちづくりの基礎発展は人であります。日本が抱えるさまざまな問題の中でも、人口減少、少子高齢化が大きな問題であり、2010年から人口減少時代に突入しました。人口減少が地域に与える影響は、産業・雇用での人材不足、後継者不足、さらに消費人口の減少による市場縮小が進み、さまざまな産業の維持が難しくなり、悪循環を繰り返すこととなります。地域生活の影響も大きく、地域の担い手、共助機能の低下を招き、防犯・防災力の低下、コミュニティ・学校の存続、空き家が増加します。医療・介護のさらなる需要が見込まれる中、高齢者のみ世帯、老老介護など、最終的には行政サービス、インフラ整備など、市民サービスにも大きく影響が出てきます。改めて人口減少問題にはしっかりと取り組んでいきたいと思います。小矢部市ではここ数年、出生数が150人を切っている状況で、少子化問題の深刻さが増しております。令和3年12月末の小矢部市の統計数字になりますが、人口動態の推移を見ますと、1年間の自然動態で143人の出生数に対し、死亡者数422人で、自然減がマイナス279人、社会動態が転入589人に対し、転出792人で、203人のマイナスでありました。自然動態の減少が大きな要因と考えていましたが、社会動態減においても、ここ数年、100人を切っていたところ、平成19年以来、200人超となっております。令和3年の社会動態減が増えた要因はどのように捉えておられるのか、また令和4年になってからの自然動態、社会動態の推移がどのようになっているのか、お聞かせください。企画政策部長、渋谷淳一君。令和3年の社会動態減少の主な要因についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う入国制限を受けた外国人転入者の減少が大きく影響しております。令和元年は外国人49人の転入超過であったものが、令和2年は10人の転出超過へ転じ、令和3年度にあっては64人の転出超過となっており、このことが大きな減少の要因であると捉えております。またお尋ねの自然動態社会動態でありますが、令和4年8月末現在では全体人口で自然動態は208人の減少であり、また社会動態では47人の減少になっております。一方、社会動態の内数ではありますが、外国人に限ってみると、転入超過が132人と大きくプラスに転じている状況であり、入国制限の緩和がこのような傾向となって現れているものと考えております。5番、竹松豊和君。はい、特に令和3年、大きく減少した原因として、今ように外国人の技能実習が、任期を終えて帰るタイミングができたというところも、あるというのは理解はしております。そういった意味では、令和4年度、それの反動というところもあって、増えているというところにはなってくるかなというふうには思ってますけれど、定住移住というのは、都市間競争の激化により、各近隣自治体、外国人の方はちょっとまた別として、転入者向けの助成等も非常に拡充をされています。先ほどもありましたけど、小矢部市では今年の4月より、定住促進対策事業を見直しをされたばかりでありますが、
現時点で影響が出ているのか、見直し前の駆け込みもあったのかなというふうに思いますけれど、反動等もあるのか、状況をお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。令和4年度からの定住促進に関する各種助成金につきましては、具体的な転入者数の増加など定住促進へのつながりの観点から見直しを図り、新婚世帯に対するアパート家賃の助成や奨学金返還助成等を廃止し、住宅取得については市内転居または同一敷地での住宅建て替えへの助成を廃止しております。助成制度見直しの影響についてのお尋ねでありますが、8月末現在、住宅取得助成金の申請件数は合計12件であり、令和3年度の8月時点の申請件数合計18件に対して、これは減少傾向にありますが、これには諸物価の高騰、特に木材価格の大幅な高騰と、木材供給の減少が大きく影響しているのではないかと分析はしております。5番竹松豊和君。はい、これまでやってきた定住促進対策事業ということなんで、結構大きな定住促進事業をやってこられたと思いますけれど、逆に影響があるのは当然であって、逆に影響がなかった場合は今までやってきたことは何だったのかという話にもなってくるかと思います。ただ木材高騰がいろんな要因もあるので、そこに関してはしっかりと検証していただきたいなというふうに思っております。それではですね、代表質問でも ありましたように、先月、小矢部市と友好姉妹都市提携20周年を迎えた北海道沼田町へ視察へ行ってまいりました。住みたい田舎ランキングで人口1万人以下の町で、若者世代単身者が住みたい町部門第1位、子育て世帯が住みたい町部門第2位、シニア世代が住みたい町部門第3位ということで、北海道の人口3000人を切る小さな町がどうしてそれだけの魅力のある町なのか、定住維持を中心に施設視察へ行ってまいったところであります。そこで少しだけ沼田町を改めて紹介させていただきたいなと思っていますが、ご存知のように沼田町は明治27年小矢部氏の沼田喜三郎による開墾された町であり、炭鉱産業で発展をしてきましたが、閉山を余儀なくされ人口が激減したところであります。厳しい状況を目の当たりにした町は、農業基盤に力を入れ加工用トマトの栽培を開始し、農産加工工場を作り振興を図ってまいりました。30年以上にわたり生産を続けてこられましたが、設備の老朽化、衛生管理、販売先が広がらないといった課題があり、行き詰まったところ、香味ソースで有名な香味株式会社と業務提携を結ぶことができ、現在は香味北のホタルファクトリーを設立し、指定管理者制度として昨年4月より香味さんのノウハウを生かし、生産から販売を手掛け、加工用トマト生産日本一の町を目指し新たなスタートを切っております。そのトマト加工工場や新エネルギーとして豪雪地帯を逆手に利用した雪山センター構想の取り組みも進めており、雪を利用した米の低温貯蔵施設も視察してまいりました。さまざまな逆境を乗り越え北海道の利点を生かしており大いに参考となるものでありました。そして北海道三大行燈祭りの沼田町よたか行燈祭りは、町役場を早々に閉庁し、職員が総ぐるみで取り組んでおられ、町の一体感を感じられ、非常に活気があると感じてきたところであります。そこで本題に戻りますが、移住定住の施策についてでありますが、田園地帯が広がる小さな町、小さな役場がどうしてここまでできるのかというぐらい、さまざまな取り組みをされておりました。各種助成制度は非常に手厚く、特に移住定住助成制度では、簡単には真似できないような内容であります。住んで快適スマイル応援事業として、日本最高水準の応援と謳っており、
20歳代で新婚子育て世帯が家を建てると最高で570万円もの助成がされるといった内容であります。助成金額はもちろん大きいのでありますが、ポイントは転入の方だけでなく町内在住の方も同様に使える点であります。そして職員さんの熱意も非常にすごく感じられ、自信を持って進めておられました。まずはそういった観点から見ると、親部社今年助成金額を見直しをされ縮小されたわけでありますが、それを決して否定するわけではありませんが、親部市に生まれ育った方々の多くの方に住み続けてもらいたいですし、進学や就職によりこの地を一旦離れていた方にも戻ってきていただく、そういったことに重点を置く。現在は遠隔地においても ICT、テレワークにより仕事も認知され、職種によっては十分通勤も可能であります。そういった後押しをできる施策はできないのか、転入者の対しての施策ばかりでなく、施策ばかりを手厚くするのではなく、市民に対しての定住に対する施策を充実させることはできないのか、お聞かせください。企画政策部長、渋谷純一君。議員から親部市に住み続けてもらう施策と、本市を一旦離れた方に戻っていただけるような施策の充実をとのご指摘であるかと思います。住み続けてもらう施策としましては、長く住んでいただき、出生数の増加も期待できる新婚世帯への住宅取得助成が挙げられますし、本市の施策の一つ一つを丁寧に取り組むことが、住み続けたい安心感あふれるまちづくりにつながるものだと考えております。また、本市に戻っていただく施策としましては、移住、定住を促進する助成制度や、進学前の高校生にしない企業を紹介する親部市の職場紹介シートの作成、テレワークお試し体験ツアー等について、県をはじめとした関係機関との連携のもと進めているところであり、今後、力を入れて取り組んでいきたいと考えております。5番、竹松豊和君。はい、まさにその通りだと思いますけれど、先ほど代表質問の中で、市長答弁の中に、親部市に、住んでおられる方に喜んでいただければ、定住移住にも結果的にはつながっていくって、その考えには私も賛同しており、ただやはりそういった形で出てって戻ってこない方とかも非常に多く増えているっていうのも非常に危惧されるところでありますので、そういったところにしっかりと今後は検討もしていただきたいなと思っております。そこで沼田町では移住コーディネーター配置事業っていうものも行っておりますけれど、移住フェアで全国各地に年十数回ブースを設けられて出向いているということでありました。その説明の中で印象的な説明があったんですけれど、実際にそういった場に行かないと出会うことができない、そういった思いで毎回参加されているということでありました。そこでたまたま出会った実はクラフトビール作りに思いを馳せた青年がおられまして、実はその方をぜひ町に呼びたいという思いの中、最終的には沼田町であれば町長さん自ら出向いて、実際には地域おこし協力隊として移住されて、沼田オリジナルクラフトビールを立ち上げ、現在試験販売が始まったという実績もあります。これはクラフトビールを作ってほしいという話ではありませんけれど、親部市でもコロナによってなかなか開催されなかった移住フェアも、今年の7月、8月、東京、大阪と3回、移住フェア等に参加されていますが、状況をお聞かせいただきたいのと、今月に国内最大級の全国移住マッチングフェアでもある第18回ふるさと回帰フェア2022が9月に開催されます。親部市も参加すると聞いておりますが、それらも含めて取り組みをお聞かせください。企画政策部長、渋谷純一君。対面方式での移住フェアの参加につきましては、昨年度は東京でのふるさと回帰フェアのみの
参加でありましたが、今年度はこれまでに7月には東京開催の富山移住転職フェア、大阪開催のふるさと回帰フェア、9月には東京開催の4県合同移住フェアに参加しております。昨年度の移住フェアでは2組の相談がありましたが、今年度は3回合計17組の相談があり、大幅に増えております。主な要因として、長期化するコロナ禍において、フルリモートでの仕事となり、移住を考え始めた相談者や、移住時期や移住先を具体的に模索している段階の相談者も多く見受けられ、地方移住へのこれは大きな流れを感じているところであります。なお、移住フェアで相談を受けた方のうち3組については、その後、本市にご連絡がありまして、本市の移住促進事業であるいつでも親部暮らし体験ツアーや、親部テレワーク体験お試し事業の申し込みがあり、実際に本市へ来訪いただけることとなっております。来訪の際には、本市への移住を強くイメージづけていただけるようなお手伝いをしながらご案内したいと考えております。今後につきましては、9月、11月、来年1月に東京において開催されます移住フェアに参加する予定であり、引き続き移住を希望される方に本市が候補地になっていただけるよう PR 活動に積極的に活動を展開していきたいと考えております。5番竹松豊和君。はい、まず先ほども言ったようにやはり行かないと出会いというのはないので、ぜひともそういったところには、費用対効果もあるかと思いますけど、しっかりと参加していただきたいなと思っております。で、親部市の方でも地域おこし協力隊の方が、ね、今積極的に定住支援、観光も定住支援もやられてますし、で新しく8月からも1人商工観光の方にも地域おこし協力隊の方が入られたということで、非常に2人とも非常に期待ができる方かなと思っておりますので、ぜひとも地域おこし協力隊の皆さんとともに、ぜひ定住移住のフェアも盛り上げていただきたいなと思っております。それで婚姻数についてでもうちょっと聞いていきたいと思いますけれど、令和2年105組、令和3年102組で、ありました。そこで令和4年度に、地域少子化対策重点推進交付金において、結婚新生活応援助成金というものを、数年前から、実施しているかと思いますけど、この実績と効果が、あまりないように感じています。今年から親部市独自の新婚世帯の賃貸住宅家賃助成もなくしたところであります。これはもともと30万円で予算計上されてますけれど、上限も1人当たり30万円ということでありますけれど、どういったところにこの助成金ということを考えておられるのか、見解をお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。本市の結婚新生活支援補助金の制度は、これは国の交付金事業を活用した協調助成制度として平成30年度から開始しており、その利用実績は平成30年度0件、令和元年度4件、令和2年度0件、令和3年度1件でありました。この事業の広報周知につきましては、担当課窓口でチラシ配布だけではなく、婚姻届を提出された際にもチラシを直接お渡しし、必要な方へ情報が届くように努めてはおります。また補助金支給のためには、新婚者の引っ越し費用と敷金、礼金、共益費にかかる費用だけが対象であり、上限30万円であること、また年齢制限と所得制限があり、特に所得について夫婦の収入合計が540万円以内であることが要件となっております。このため、夫婦ともに働いている場合は、対象から外れることが多く、利用が少ない理由の一つではないかと考えております。また、予算が1件分しかないと、予算付けしていないとのことにつきましては、これはここ最近の利用実績に基づき予算化しているものでありまして、予算を超える申請があった場合には、これはもちろん必要な予算措置を講じたいと考えております。5番竹松豊和君。はい、
はい、まあ、今ほども説明ありましたように、まあ、平成30年からやっていることで、以前より国の方でも、まあ、年齢の所得、今540万円というのはありましたけれど、以前もっと厳しかったということで、緩和もされてきたということでありますけれど、2人で540万ということになると、なかなか該当する方も少ないのかなというふうには感じております。そこで実際には今の話でも、ありますけど、まあ、新興さんにまだまだ浸透がされてないのではないか、でまたそもそも引っ越し費用での使い道のニーズが、思ったよりも少ないのではないかということで、まあ、国の施策で地域少子化対策重点推進交付金と謳っていますけれど、小矢部市では合致してないのではないかというふうには思っております。まあ、本来であればこの目的というのは結婚したいけど、まあ、収入がまだまだ少なく、まあ、住居費用が大変であり、なかなか結婚に踏み出せない若者にを促進するという趣旨であろうかと思いますが、今ほど言ったように新婚さんにも伝わっていないのではないかと感じておりますが、見解をお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。ご指摘のとおり、令和3年度から所得や年齢要件が、これは若干緩和されましたが、大幅な緩和ではないため、依然として所得が一定程度ある場合は、要件に合致しない場合が多いのではないかと考えております。なお、これも議員ご指摘のとおり、本制度は収入が少ないために、結婚に踏み出せない若者に対し、少子化対策として支援をすることが趣旨でありますので、これはより効果的な制度の PR に努めるとともに、合わせまして、これはより利用しやすい制度となるよう、県を通じまして、国に要望していきたいと考えております。5番、竹松豊和君。はい、まあ、どうしても国の制度、まあ、補助金も出るので、国の制度を活用ということは分かるんですけど、なかなかやっぱり実績もほとんどないということなんで、ぜひとも使いやすい、ような形で要望をしていただきたいなというふうに思っております。それでは出生祝いについてもお聞きしていきたいと思いますけれど、誕生お祝い事業として、まあ、出生祝いに、まあ、花束、デタックスを送り、まあ、写真立てや特産品をプレゼントして行っております。まあ、お祝いの要素での、まあ、取り組みで、まあ、それにより出生数増を期待しているとは、まあ、考えにくいところでありますが、それらの意義と事業の効果についてどのように考えておられるのか、また先ほども沼田町もそうですけれど、まあ、近隣の南砺市も含めて、まあ、出生時に1人当たり10万円等の祝い金事業を実施している自治体もあります。そういった観点からの取り組みについてはどのように考えているのか、合わせてお聞かせください。はい、企画政策部長渋谷純一君。はい、誕生お祝い事業には子育て世代への祝い金による一時の助成を行うものと、新しい命の誕生を祝い長年にわたり記憶に残るプレゼントがあるかと思いますが、本市では記憶に残るプレゼントと考えております。本市からお祝いで贈ったバラの花束をドライフラワーにして残された市民からは、子どもを授かった時の喜びを今でも思い出すといった声も聞かれており、これはより一層喜んでいただけるようなプレゼントの内容を検討しているところでもあります。さまざまな考えがあるかと思いますが、本市では10万円といった一時の祝い金ではなく、子育て期間中全体を通して各種施策でしっかりと支援していきたい、そのように考えております。5番竹松豊和君。はい、今言われたように、まあ、そういった観点から、それに関しては決して反対しているわけではないんですけれど、まあ、やはり自分の言葉は確か購買だったかなと思うんですけれど、購買がうちでも非常に大きくなって、もう高さも3メーター4メーターになって、まあ、そう考えると子どもの成長とともに育っているなということで、まあ、ちょっとバラとはちょっと違いますけれど、まあ、今でもそういった観点とはちょっと思うところもあります。それではですね、やはり結婚して、まあ、子どもを作って、まあ、子育てしていく、まあ、市長の考えもそういうふうに特化して、医療費のことであったりとか、さまざまな支援をしていくっていうことで、まあ、そういった観点からまちづくりを進めていくということは非常に大事であるかと思います。そこで子育て環境から、
実は大谷神田こども園が開園し、いずれに地区でも民間のこども園が拡張され、環境が非常によくはなってきているんですけれど、人口が唯一増えている羽生地区にある羽生保育所であったり、また水島保育所っていうのは、どのようにしていくのか、課題であると思っています。このままなくして民間の認定こども園へ進めていくとか、それらも含めて認定こども園、保育所に関してはどのように考えておられるのか、先日も行財政改革実施計画の実績評価でも、C となっており、スピード感を持って取り組むべきとしています。現在の取り組み状況、計画をお聞かせください。民政部長、野澤博一君。現在の取り組み状況、計画のご質問でありますが、行財政改革実施計画の取り組み項目につきましては、保育施設の統廃合の検討となっており、未統合の保育施設である羽生保育所、水島保育所、いすりぎきらりこども園について、統廃合の必要性を検討することとしております。今後、小中学校の再編計画を策定された段階において、影響を受ける場合もあることから、再編計画策定の予定に合わせて、統廃合の検討を当初のスケジュールより1年遅く見直したところであります。令和3年度においては、羽生保育所、水島保育所、いすりぎきらりこども園への園児の入所申し込みの状況を参考に、施設別の入所者数の推計を行い、令和4年度も引き続き町内検討を行うこととしております。令和5年度には、私立保育所統廃合民営化等推進委員会を開催し、方向性を検討していく予定としております。委員会では、大谷こども園と神田こども園のそれぞれの統合効果の実績も含めて、今後の方針について議論を進める予定であります。5番竹松豊和君。先ほども自分の子供がいた頃、羽生保育所っていうのは非常に入りにくかったっていうところ、100人以上超えてた時期もあったんですけれど、やはり民間のところであったりとか、新しい子供へと比べるとどうしてもやっぱり見劣りしてしまうなというところがあるというふうに感じております。その辺も含めてしっかりと今後進めていただきたいなというふうには思っておりますので、よろしくお願いします。それでは厚生労働省の先ほど白井議員の話もありましたように、出産一時金というのが42万円、出産時に費用として、社会保険の方から出るわけなんですけれど、富山県では先ほど、8県の実績では44万4千円が出産費用に実際かかっているということで、富山県の平均でいくと43万9千円ということで、そういったところでは乖離がなかったのかなというふうには思っております。ただ子どもを産むのに、やはりできるだけ負担が軽減できる施策、そして子育ての支援、子育て環境の充実というものは、進めていただきたいと思っております。今回の沼田町を視察してきて、非常にヤング世代、移住促進家賃助成であったりとか、町外の通勤者への移住支援、孫単位、奨励事業等、出生から高齢化までさまざまな助成制度も行っております。そして定住移住のところではですね、ウェブサイトで簡単に入力すれば、これだけの助成ができますよっていう移住見積もりっていうものもネットで、沼田町では、しております。ぜひともそういったところも含めて、姉妹都市でもありますので、人事交流並びに双方の情報のやり取りも含めて、してもらえればというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。高岡市で先月20日から行方不明になっていた2歳の園児が氷見沖で遺体となって発見されました。
また静岡県ではまたしても園児バス置き去りによる死亡事故が起きてしまいました。園児幼児は自分一人ではなすすべがありません。親御さんはもちろんのこと、関わるすべてにおいて取り返しのつかないことが起きることがないよう、かけがえのない子どもさんを預かる立場として取り組んでいただきたいと思います。まず市内には民間公立と認定こども園保育所とあります。通園バスの運用状況についてどのようになっておられるのか、またそれらに対してどのように安全管理がなされ、注意喚起も含めてどのようにされているのか。9日に政府は通園バスの一斉点検をし、自治体が実地調査を年内に終えるようにと通達を出しております。10月中には緊急対策を取りまとめ、マニュアル策定、安全装置導入など検討するとしていますが、市としてはどう対応されているのかお聞かせください。民政部長野澤博一君。市内の保育所、こども園においてバスの送迎を行っている施設は公立施設では該当がありませんが、民間では3施設中2施設において通園バスを運行しています。通園バスを運行している民間施設ではバス運行マニュアルに従って運行しており、毎日事前に乗車人数および降車人数を確認してから運転手と保育士等の職員1人が必ず乗車しております。急に人数変更が生じた場合においても職員同士が必ず連絡を取り合い、園児の人数を確実に確認しているとのことであります。今回の事案を受けて市では園児の事故防止対策として、園児の出欠状況に関する情報共有や当園児等の園児の人数確認において複数人でチェック体制を取ることなど、園児の安全管理を徹底するよう公立施設及び民間施設に対して注意喚起を行ったところであります。今後も安全管理を徹底し、引き続き保護者が安心して子どもを預けられる保育環境を提供してまいりたいと考えております。なおバス送迎にあたっての安全管理の徹底については国が追加的対策も検討しているとのことから、内容が分かり次第民間施設へ情報提供を行ってまいります。5番竹松豊和君。保育所では、正式運用されているかと思いますけれど、子どもんという、保育施設業務支援システムに関してお尋ねしたいと思いますけれど、どのような内容なのか、QR コードを使って当公園の管理もできるというふうに聞いておりますが、どのように運営されているのかお聞かせください。はい、民政部長野澤博一君。本年4月からの公立の保育施設において保育施設業務支援システム子どもんの本格運用を始めました。子どもんについては新型コロナウイルス感染拡大を防止するために施設内の消毒や換気の徹底など保育士の業務負担が増す中、 ICT 化を推進することにより業務作業の効率化を図り、保育士が働きやすい環境を整備するために導入したものであります。児童の登園や講演の際には保護者用アプリに表示される QR コードを施設の端末で読み取ることで登園や講演の時間が記録され、保育士が手書きで時間を記入していた業務が削減されることになりました。子どもに記録された児童情報や成長記録などをデータ連携により指導案や連絡帳の作成に活用することで、
少しずつ保育士の業務負担の軽減につながっております。保護者用アプリを通じて児童の活動や行事予定の配信も実施しており、欠席等の連絡事項についても保護者用アプリ内で前日から連絡することができるため、当日の朝に電話する時間がないなどの不都合がなくなり、保護者の利便性向上にもつながっております。5番竹松豊和君。はい、今回、静岡県の置き去りの死亡したことに関しては、これは明らかに事故ではなくて事件であります。入力管理システムで、園側が、車内点検もせず、まとめて登園とし、園内に入っても、数時間気づかなかったということであります。登園登録システムも結局手入力により登園となっているが、教室では欠席しているという認識のため、何のためにシステムを入れているのか、結果逆に使っている方の意識認識が不足しているか、結果このような事態を招いたと思っております。今のほどの説明の子どももあくまでも保育施設業務支援システムで、業務負担は軽減でき、利便性が高まるのは間違いないかと思いますが、安全管理という面では完全ではありません。実際には今後は登校園児に顔認証による園児保護者の認識やセンサーとさまざまな技術を使って、これバスも一緒ですけれど、安全対策をできるようになれば、このようなこともなくなるかと思いますし、不審者対策へもつながると思います。子どもも含め今後それらを使って、仮に放課後児童クラブや小中学校等へも拡大していくのか、また民間の子ども園もどのようにされているのかお聞かせください。民政部長野澤博一君。公立保育所および認定子ども園では、保護者自らが QR コードを読み取らせることで子どもに登園や公園の時間を登録する運用を行っております。保育施設では毎朝保護者用アプリから送られてくる欠席連絡と QR コードの読み取りによる児童の出欠状況を確認し、欠席連絡もなく登園時間が記録されていない児童については速やかに保護者に連絡し児童の所在を確認しております。顔認証やセンサーなどは設置しておりませんが、朝の教室においては登園人数に間違いがないかを複数の保育士で確認を行っております。人数確認についてはシステムだけに頼ることなく、保育士があらゆる場面で徹底して行っているところであります。放課後児童クラブでは支援員の目視による出席確認をしており、市からの緊急案内はメール管理システムを運用しております。業務支援システムの導入につきましては費用対効果の観点から慎重に検討してまいりたいと考えております。民間の保育施設につきましては3施設中2施設において保育施設業務支援システムが導入されている状況であります。教育長茅本武史君。小中学校に関してお答えいたします。本市では登下校時スクールバスに車掌を配置しまして、運行時の安全管理や子どもの状況確認を行っております。また小中学校では保護者からの電話による欠席連絡に、これを速やかに情報共有し、朝の会、それからショートタイムでの出席確認と合わせてダブルチェックする、そういうことによって児童生徒の登校時の安全管理の徹底を図っております。なお、令和5年度から保護者連絡ツールを導入し、保護者から学校への欠席連絡などを子どもと同様にアプリにより行うことにより、伝達漏れや
電話連絡にかかる時間の削減を図ることを検討しております。5番竹松豊和君。はい、業務改善、働き方改革も含めて業務効率を上げていくためにはいろんなシステムを使うことはもちろん大事でありますけれど、今言われたようにやはり安全管理ということはまだまだちょっと目視というかやっぱり人力でというところにも、やはり頼っていかなくてはいけないというところも理解はできます。ただ子どもの安全のためには、それらも今後しっかりと研究して、どちらかも守っていけるような形での仕組みもちょっと今後も検討していただきたいなというふうに思っております。それではですね、子ども家庭庁設置法が今年6月に成立し、来年4月に施行されます。子ども基本法も同時に成立いたしました。それらに対して市の認識と見解をお聞かせください。民政部長野沢博一君。子どもに関する政策を一元的に担う子ども家庭庁を令和5年度に設置するための法案が成立したことから、今後は子ども家庭庁が司令塔となり、児童虐待や子どもの貧困などの問題について行政の縦割りでは解決できない問題にも柔軟に対応していくことができるものと大きな期待を寄せているものであります。また子ども基本法が成立したことからも、基本理念としてすべての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎の構築、自立した個人としての健やかな成長、環境等に影響されない子どもの権利の擁護、将来にわたる幸福な生活を送れる社会の実現を目指していることから、子ども政策が総合的に推進されていくものと認識しております。本市といたしましては、子ども家庭庁の設置及び子ども基本法の公布を重要な契機として、引き続き子ども政策の推進に注力していきたいと考えております。5番竹松豊和君。はい、それらを実施するために、子ども家庭センターを全市町村に設置へと政府は進めています。妊産婦や乳幼児の保護者を支援する子育て世代包括支援センターと、虐待や貧困を抱えた子ども保護者を支援する子ども家庭総合支援拠点を一体化し進めていくとしていますが、親部市ではどのように考えておられるのか、いつをめどに進め、それらにより連携が不十分と言われていますが、一つになることでどのように改善されていくのか、現在の問題点も含めて見解をお聞かせください。民政部長野沢博一君。本市では令和2年10月に子育て世代包括支援センターを子ども課内に開設し、専門的な見地からの相談や支援等を実施して、妊娠期から出産、子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関するさまざまな悩み等に対応するため、切れ目のない総合的相談支援を提供しております。また令和4年度からは子ども家庭総合支援拠点を子ども家内に設置し、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とした必要な支援にかかる業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支援業務の強化を図っております。国においては、こうした子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能は維持した上で組織を見直し、すべての妊産婦や子育て世代を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行う機能を有する機関として、令和6年4月以降に子ども家庭センターの設置に努めるよう、市町村に求めております。
子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点はどちらも子ども家内で設置し、連携しながら情報を共有して支援を行っているところであります。これらの機能も含め子ども家庭センターとして一体化して進めていくことは可能であり、今後においてもより一層児童福祉と母子保健の一体的な相談支援を行うことができるよう進めてまいります。5番竹松豊和君。についてもお聞きしていきたいと思います。親部市の現在の不登校の現状と、適応指導教室フレンドへ、通われている状況についてお聞きするのと同時に、フレンドに通っている子どもさんというのは、出席扱いとしていますけれど、ギガスクール構想が進み、1人1台タブレットが、子どもたちに渡されました。自宅でも授業が受けられる環境ができたところなんですけれど、そこで学校へ行きたくない子どもさんが、自宅で授業を受けることは可能なのか、またそれらは出席扱いとなるのかお聞かせください。教育長加山本武史君。まず本市の不登校の現状でございます。令和4年4月末時点での集計では、小学校で9人、中学校で8人、合計17人の児童生徒が不登校となっています。令和3年の7月、1年前の状況では小学校5人、中学校8人、計13人ということであったため、小学校で4人増え、中学校では横ばいということになっています。また適応指導教室フレンドへの通所状況については、教室外登校の子ども1人を含めまして、今年度は9人の児童生徒が通所しており、その内訳は小学校で6人、中学校で3人となっております。教育センターでは相談窓口も設けており、心に寄り添った相談に努める中で、学校以外の居場所の選択についても個別に話を聞き、最良の方策を一緒に探すというふうに努めているところであります。次に、不登校の児童生徒が自宅でオンライン授業を受けることについては、事前に学校と保護者、児童生徒間の間で、参加する授業や注意点等について十分確認し、タブレットを使って行うことは可能です。現にそのような形で参加している児童生徒がいる一方で、学校から働きかけを行っているものの、なかなか実現できないという児童生徒もおります。またオンラインでの授業参加が出席扱いになるかどうかということについては、そのような場合の取り扱いにつきましては、文部科学省の通知の中でいくつかの要件が定められておりまして、学校児童間での連携、協力関係や訪問などによる対面指導が適切に行われているといったような要件をすべて満たしているのであれば、出席と、そういう扱いになると考えておりまして、国の通知に従い、適切に対応してまいりたいと考えております。5番竹松豊和君。はい、小中学校で、不登校になっても、社会人になって活躍されている方も、非常に多くおられる中、不登校で、フレンドや、に通われている子どもさんも含めて、進学進級っていうのはどのようになっているのか、またその後の引きこもり対策への連携はどのように市として取り組みをされているのかとですね、合わせてですね、県内ではフリースクールで実際に通っている児童生徒さんも多くおられます。親部市内の児童生徒さんで通われている方がいるのか、まだ
中学校卒業後の状況等も合わせてお聞かせいただきたいと思います。教育長加山本武史君。はい。不登校児童生徒の進学あるいは進級につきましては、他の児童生徒と同様に学校保護者間での懇談を踏まえた上で進級進学ということであります。その後についても学校保護者教育センターの間で必要な情報を共有しながら対応するように努めております。また中学校卒業後については追跡調査というようなことは、これは近隣市でも同様なんですが、実際には実施しておりません。ただ進学当初においては中学校から進学先に状況を確認するとともに、必要があれば情報交換も行っているということであります。中学校卒業後に不登校を脱し、将来引きこもりにならずに社会人となって活躍できるよう、小中学校の間にしっかりと相手の心に寄り添いまして、丁寧に根気強く相談対応に努めていくということが大事だと考えております。次にフリースクールについてございますが、フリースクールについては一般的には不登校の子どもに対し学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間施設のことだというふうに認識しております。その規模とか内容は多種多様でございまして、民間の実践主体性のもとに設置運営されております。最新の全国フリースクールガイドによりますと、県内でも富山市、射水市などに計5施設あると認識しております。不登校の児童生徒にとっては自宅以外に新たな居場所をとしての機能を持っている一方でありますが、入会金や月額費用、交通費の負担などフリースクールに通ったとしても在籍している学校では出席扱いにならない可能性があることなどから、その利用にあたっては本人保護者の判断によるものと考えております。そのため、本市の児童生徒でフリースクールに通っている子どもの人数は、こちらの方では把握しておりませんが、個々の相談の中で保護者等からお知らせいただくということはございます。または先ほどと同じように義務教育終了後に、引きこもることないようにしっかりと社会人となっていただく、活躍してもらうように、小中学校などにしっかりと対応していきたいと考えております。5番竹松豊和君。はい。フリースクールに関しては、県内ではいくつか問題になっているところもあって、出席扱いというところも含めてですね、それで追跡調査というのはやはり、小中学校に例えば不登校になった子どもさんとか、やっぱり縛られたくないっていうのもあって、逆に卒業しても追われるのは逆に嫌がるっていう場合ももちろんあるかと思います。ただ相談に来られた場合はぜひとも相談体制、今後の進路、進学就職も含めてそういったことにはしっかりと対応していただきたいなと思います。こういったフリースクールがあるということも一つ紹介するというのもあるかと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、最後に子どもの権利条例について最後に質問したいと思います。現在南砺市では策定に向けて検討もされています。もともとは1989年に国連により子どもの権利条約が採択され、国内においても川崎市において平成12年に川崎市子どもの権利に関する条例が制定され、県内では平成18年に魚津市、平成19年に射水市で制定されております。令和になってからは多くの自治体で制定が進んでいる状況であろうかと思います。権利条例の4つの基本が、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利であります。小矢部市でも子どもに関する条例はいくつかありますが、子ども権利条例の制定に関しては、どのように考えておられるのか、今後取り組む予定があるのかも含めてお聞かせください。民生部長野沢博一君。はい。
子どもの権利条約につきましては、1989年の第44回国連総会において採択され、日本は1994年に批准いたしております。全国の自治体においても子どもの権利条約を普及推進されるようになり、県内では魚津市と射水市が子どもの権利条例を制定し、南砺市では制定に向け検討されているところであります。すでに制定されている子どもの権利条例では、大切な子どもの権利として安定して安心して生きる権利、よりよく育つ権利、守られる権利、社会へ参加する権利等が掲げられており、子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現を目指すものとなっております。本市といたしましても、子どもたちの権利を保障していく方策について他市の事例を参考に検討してまいりたいと考えております。5番竹松豊和君。はい、権利策定が目的にならないように、子どもたちを守るという観点から、こういった質問もちょっとさせてもらっています。今回は、少子化問題と、子どもたちを守る取り組みについて質問をさせていただきました。減少傾向を止め、大切な子どもを守っていく、そういったことは非常に大切であります。定住移住は小矢部市の魅力度アップ、発信が今後も大切であります。引き続き重要課題として取り組むことをお願いして、私の質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。